今日は下半身と骨盤周りをほぐすデトックスヨガを行っていきます。無理せずにその日の体の調子を見ながら呼吸に意識を向けて行ってみてください。それでは始めていきます。まずは足の裏同士を合わせて合石を作っていきます。合わせた足をなるべく自分の方に近づけて両手で足先キャッチ。まずは膝バウンドさせていきましょう。骨盤周りにスペースを空けて緩めていきます。動きを止めて吸って背骨上に持ち上げて吐いて両肘外側に開くようにして上体前に倒します。吸い息背骨は長く頭頂前に押し出し吐く息でおでこを床に近づけていく。無理に倒そうとするのではなく吐く息で体の無駄な力みをほどき床に預けていきます。鼻で深い呼吸繰り返す。奥歯の噛み締めをほどいて自分の呼吸の音に意識を向けていきます。力みや詰まりを感じる方は一度鼻から吸って口から吐き出してみましょう。では次の吸い気でゆっくりと体を起こし両手お尻の後ろについて両肘立てていきます。足は腰幅に開いてまずは膝を左右に大きく倒していきましょう。骨盤は左右差があることもあるので、詰まりを感じるところは丁寧に行っていきます。はい、では真ん中で動きを止めて、両足前に伸ばして長座の姿勢です。まずは右足、自分の方に引き寄せて、足の裏を右の太ももの内側に添えていきます。吸って両手前から回し上げ長い背中、吐いてゆっくり上体前に倒します。優しく吸って背骨前に押し出して吐いて深い前屈、おでこをすねに近づけていく。伸ばしている左足、足先は天井です。かかとぐーっと押し出して、両手足をつかむか、すねに添えていく。ただ体を下に下に倒そうとするのではなくて、上半身は前に押し出しながら、自分の上体の体重を使って下半身ストレッチしていきます。では次の吸気でゆっくりと起き上がります。曲げている右足、左の膝をロックするように左の太ももの外側に置いていきます。右膝体の中心に足の甲を寝かせます。このままでもいいです。余裕がある人は左膝も折り曲げてかかとをお尻の方に引き寄せます。両足ともつま先を寝かせて両方の膝を体の中心に重ねていきます。両手は体の前でカップハンズ、指先だけ床につきます。吐いて上体前に倒しリラックス。頭と首脱力です。自分の体重と深い呼吸でストレッチ深めていく。お尻はしっかりと床につけたまま上半身の力抜いていきます。はい、ではゆっくりと上体を起こし両足を前へ、一度膝緩めます。今度反対側をやっていきます。左足を自分の方に近づけて膝外側にパタンと倒して足の裏を太ももの内側に添えます。吸って両腕耳の横、背中長く伸ばして吐いて上体前に倒します。吸い息で頭頂部を前に押し出しながら
吐いて、おでこをすねに近づけていく。両手はつけるところについていきます。伸ばしている右足、かかと少し押し出して、お腹と太もも近づけていく意識。鼻で深い呼吸繰り返していきます。ではゆっくりと体を起こし、左足右の太ももの外側に深く引っ掛けて足の甲を寝かせます。できそうな人は右の膝も折り曲げて足の甲を寝かせ、両方の膝が体の中心で重なるように、お尻は少し後ろに引いて座骨しっかり床につけていきます。両手体の前についたら吐いて上体前に倒します。無理に倒そうとはせずに、首と頭脱力していきましょう。上半身の力を抜いて床に預けていきます。はい、では次の吸う息でゆっくりと体を起こし、もう一度両膝前に伸ばして膝を緩めていきましょう。では次、四つ這いの姿勢になっていきます。両手は肩の真下に、両膝は足の付け根の真下にセットします。足の甲を寝かせておきましょう。まずはゆっくりと呼吸をしながら、お尻で大きな円を描いていきます。上半身前後に大きく動かしながら骨盤周りほぐしていきましょう。キリがいいところで反対回し、動きを止めて四つ這いのフラットな姿勢です。では右膝を手と手の間に滑らせるようにして入れていきます。右膝の角度が大きければ大きいほどストレッチの強度が高くなります。左足は後ろに引いてまっすぐに伸ばしていく。そしてお尻を床に落としていきます。両手を床について、骨盤斜めに開きやすいので、なるべくまっすぐ正面に向くように骨盤しっかりと立たせていきましょう。では両手で軽く床を押しながら、まずは上半身を上に伸ばしていく。反対に骨盤、足の付け根は下に下げて、骨盤まっすぐに立たせることを意識していきます。首と肩は遠ざけて、余裕がある方、左手で左のつま先をキャッチ、吐く息でつま先を自分の方に近づけていきます。深い呼吸に合わせて優しくストレッチかけていきましょう。ではつま先を下ろして体正面です。両手を前に歩かせながら上体前に倒していく。両手を重ねてその上におでこを下ろしていきましょう。この時骨盤が右に倒れやすいので、しっかりと左側にも体重が乗るように意識していきます。肩と頭の力は抜いて、吐く息少し長めに取っていきます。少しこのポーズキープしていきます。
はい、では手でマットを押しながらゆっくりと上体を起こし、右足後ろに引いて、もう一度四つ這いの姿勢です。反対側をやっていきます。今度は左膝を手と手の間に滑らせて、後ろ足後ろに引いて、お尻を床に下ろします。つま先は寝かせて、左膝の角度をご自身で調整していきましょう。まずは骨盤まっすぐ正面に、両手を床について軽く手で床を押しながら胸を上に持ち上げる。骨盤、足の付け根はマットの方に下げていきます。はい、ではさっきと同様に、余裕がある方は右手で右足のつま先をキャッチ、吐く息に合わせてつま先を自分の方に近づけていく。深い呼吸を繰り返しながらストレッチを深めていきます。ではつま先を下ろして体正面です。吐く息で上体前に倒します。両手を重ねてその上におでこを下ろしましょう。少し長めにキープしていきます。体重が左に流れないように右側にも体重を下ろして、全身の力みをほどいて、ただただ深い呼吸を繰り返します。呼吸の入りにくさを感じるときは、吐く息を少し長めに取るか、一度口から大きく吐き出してみましょう。では次の吸う息でゆっくりと起き上がり、左足後ろに引いて、お尻をかかとに預けてチャイルドポーズでお休みします。呼吸が整ったら両手をお顔の横に添えて、ゆっくりとロールアップで起き上がりましょう。それでは最後、仰向けになっていきます。ここから逆転のポーズを行うので、首や肩にトラブルがある方、生理中の方はこのポーズはお休みしてください。ではやっていきます。両手は体のそばに添えて、手のひら下向きにしていきます。まずは両足天井方向に持ち上げていきましょう。かかとはぐーっと押し出して、両手でマットを押しながらお尻腰持ち上げていき、足先を頭の向こう側の床に送ります。つま先マットに下ろせる方は下ろして、苦しい方は膝を曲げても大丈夫です。また手で腰を支えてあげても大丈夫です。自分の体に合わせていきます。肩甲骨少し中心に寄せて、しっかりと手で床を押して、お尻を上に持ち上げます。目線はおへそ、一点集中です。余裕がある方は肩甲骨中心に寄せながら両手を組んでいきましょう。内臓を元の位置に戻してくれるポーズ、ハラーサナ、月のポーズです。ではポーズの戻り方を説明します。まずは両手を腰に添えて膝を折り曲げます。背骨一番上から一骨一骨少しずつ床に下ろし、そして腰お尻を床に下ろします。一息ついたら両足を伸ばして、まぶたを閉じ、お休みのポーズに入りましょう。吐く息のたびに体の重みをマットに預けて、
リラックスしていきます。動画はこれで終わりになります。ありがとうございました。